私たちいる意味あるみたいな、なんか存在意義を見出せなくて、永久に未来が見えない人生でした。悔しくないな、みんな。本当に楽しかったです。近くにいる人の支えで人は頑張れるっていうのをみんなが経験したから、メンバーのみんなに感謝しかなかった。